はいはい。どうした？ああ、yeah, yeah, you told me a little bit about it. Yeah. ああ、tomorrow, Saturday. そうね、レッスンが入っちゃった。いや、でもなんか明日、そう、なんかジミーさんがイベントみたいな、早まで、そうそうそう、言ってたから、ちょっとコンスルしてたけど、いや、レッスン、そう、サラレ、usually a lot of lessons coming in anyway, so, yeah, I couldn't make it. うん。はい、お疲れ様です。今日は12月9日です。はい、眠い、すでに。はい、今日はですね、レッスンがね、午後から1個しか入っておりません。で、今日はもう朝からね、家のこととかね、やることリストを進めてきておりまして、で、動画の編集ももう割と後半ぐらいまで来ている感じ。もうちょっと。で、今日はね、やることリスト本当ちゃんと進めないとやばいんだよね。はい、まずは石井さんに連絡します。ビーンズが連絡するって3時から4時ぐらいの間にね、ちょっくら石井さんに連絡します。頼みづらいけどね、社長のギター預かってるからな。お疲れ様です。お忙しいところすいません。アコギ1個預かっておりまして、まあ基本的な調整見てもらいたいんですけど、年内難しそうですよね。うん、ああそうですよね。例えば年明けぐらいの、いや本当は16日に欲しいんだけど、それ絶対無理だと思うから。なるほど。うん、じゃあまたお願いします。はい、どうも。はい、うん、忙しそうだね。七重さん、はい、来週どこか空いてるとこありますかっていう感じ。夕方以降空いてるところ厳しいですね。まあ17日行けたとして、6時半厳しそうだな。いや、来週は厳しいですね。その次の週もちょっと、はっきりしてないんだよな。なんか大阪に行くかもしれないっていう話もあって、それがなくなれば21日っていうのもあるけどね。ちょっと忙しいっす。はい、本日のレッスンも終了でございます。なんかビーンズから電話来るって言ってたよね、そういえば。よしで、ちょっとね、直しておきたいところがあるんで、家のことです。いけるかな、これで。不安だけど、
っちゃいい。成功。OK。治りました。小腹が空いたな。朝ね、パスタを作ったんですけど、茹でずに、なんていうの、汁を吸わせて、なんだっけ、リゾッタータみたいな、なんか作り方みたいなやつでやってみたんだよね。初めて。で、トマトソースはあったから。でもなんか、そんなに、なんていうの、いつも使ってる、こう、麺でもなかったし、なんかね、そんなでもなかったんだよね。で、トマトクリームにいつもはするんだけど、チーズ、クリームチーズもなかったから、あ、マスカルポーネね、なかったから、普通にトマトパスタだったんだけど、で、しかも肉類もなくて今、なんもないんだけど、ベーコンとかさ、いつもなんだっけ、ソーセージ入れてるんだけど、そう、全く肉類がなかったんで、本当にもう、なんつうの、トマトのみみたいな。いまいちだったんだよね。で、いつも使ってる麺って3分とかで茹で上がるやつなんですよ。今朝作った時はもう普通のやつの麺だったからすごい時間かかったんだけど、どうだろう、もう一回チャレンジしてみる。3分とかのやつで試しに。いつも使ってるやつはさ、早茹で3分これなんですよ。ちゃんとこれでやって、で時間も短いし、茹でなくてもいいしみたいな、だったら最高じゃんっていう感じだよね。で、トマトソースをちょっと焼くプラス茹でるっていうか、スープとソースみたいなやつ分けて半々でいってみようか。結局これじゃあ茹でてんのと一緒じゃんね。いやこれくらいを出汁に使って、オリーブオイルを、これで、炒める。炒めるっていうか、焦がすみたいな。少し。ソースを。で、これはこれでめっちゃ薄いんで、少し、鶏ガラみたいなの足しましょうね。これでなんか、旨味、演出する。うん、薄い感じで大丈夫。最終的に煮詰めるから大丈夫だと思う。朝の失敗を、はい、この経験をね、生かして2回目のチャレンジです。少しこう焦がした感じ、もっとやってもいいかも。ケチャップちょっと焼きます。はい、ケチャップ焼いたんで、これでスープ入れて徐々に吸わしていきます。あ、もうすでになんかね、朝の感じよりいい。ハロー。Hey man, good. ちょっと待って、今なんかサンシャインも今 call me now. Oh really? Okay. What's up? 19th. Oh okay. Yeah. You can say that you're leading me on. Yeah.はい、動画が終わっておりませんが、食材を買いに行きたいと思います。で、さっき作ったパスタね、めっちゃうまかった。今度はなんかトロトロな感じになって、めっちゃうまいナポリタンみたいな感じになった。これはね、成功ですね。新たなレシピが増えました。めっちゃうまいナポリタンって。
晩ご飯何作ろうかな。ついでにお弁当もそれ使いたいから。はい、動画の編集も終わりまして、晩ご飯の準備をしていきたいと思います。もう米ない、入れちゃえ。適当なあれですからね、今回。危ねえかな。いいや、行ってみようか。で、いろいろ買ってきたんですよ、食材を。とりあえず、肉味噌を私は作りますよ。仕込んでおきます。大量の豚ミンチ。肉味噌は、どうやって作ってたっけ。まずは、これ火通す。やばい、楽しい。久しぶり。料理久しぶり。で、今日は本当もうレッスン1個しか入ってないし、まあやることはまだ残ってるけど、はぁ、もう家のことも進んで、だいぶいいね。